どうもジョージアアルヒの野口です。今回の動画はね、ジョージアの民族舞踊全然関係ない内容になってるんですけど、ちょっとねこういうコンテンツは作ったことがないので需要があるかどうかわかんないんですけど、僕的にねすごい大事なお話で、これはねぜひ皆さんに伝えたいなと思ったから今回こういう動画を作っております。一応私、ジョージアの民族舞踊ジョージアンダンスっていう踊りで現地の舞台に立つ唯一の日本人なんです。その前はね劇団式でミュージカルの俳優を6年間やってたんですけれども、まあね絶対いると思うんですよ、身長の低さに悩んでいる人がね。これね舞台を志す人だったら必ずって言っていいほど、もし身長が低かったらの話なんですけれども、必ずって言っていいほどねぶち当たる壁だと思うんですね。実はね僕すごい身長が低いんですよ。こう見ての通りね157センチしかありませんからね。しかも僕のねこの癖があるのは、その例えばね150センチ前半とかだったらねもう諦めがつくんですよ。ただねもうちょっとで160いくかいかないかぐらいの身長なんで、すごいねなんかちょっと葛藤がございまして、舞台をやる上でね、大学時代にそのミュージカルをやる授業がございまして、大阪芸術大学なんですけれども、それでねミュージカルをやるにあたってやっぱ学内オーディションがあるわけですよ。僕はそれでねどうしても主役がやりたくて、その主役に向かってめちゃくちゃトレーニングを積んで、いざ本番に臨んでオーディションもね最大限のパワーを発揮できた気でいたんですけれども、まあ見事に落ちて役が取れなかったんですね。でね僕当時のねクソガキだった僕はどうしてもそれに納得がいかなくてですね、先生にね直接聞きに行ったんですよ。先生、僕はどうしてあの役が取れなかったんですか、理解できませんと。ほんとしょうもないガキでしたね。そしたらね先生にこう言われたんですよ。いや君はちょっと身長が低いから、君を主役にしてしまうと全体のバランスが崩れてしまう、だからちょっと君を主役に抜擢することはできなかったんだよって言われて、まあ実際はもっと丁寧に先生が優しく言ってくれたんですけどね。でその時僕はねもう思ったんですよ。あ、身長が低かったら、あ、舞台って役が取れないんだ、じゃあなんか舞台やってても意味ないな、楽しくないなってなっちゃって、じゃあ学校辞めますと。当時ねすごいお世話になってたバレエの先輩の後田さんっていう方に、ね、相談に行ったんです。ちょっとこれこれこういう理由で僕は役が取れないので大学辞めようと思ってるんですって言ったら、そのね後田さんっていう人がねほんと素晴らしいアドバイスをくださいまして、もうその人に救ってもらったって言ってもね過言ではないですね。野口くん、段原時也くんっていう人を知ってるかいって言われて、いやちょっとわかんないです、すいませんって言ったら、この大学出身で野口くんと同じくらいの身長かそれよりちっちゃいかもしれない人が劇団式っていう場所で主役を張ってるんだよって教わって、僕はねその時ね進路とか結構漠然としてたので、あ、劇団式だったら身長が低くても役が取れるんだっていうことをその人に教わりまして、じゃあ僕は劇団式を目指して頑張ります。でそっから猛勉強をして劇団式に入りました。こっからね身長が低いことのメリットをね伝えていきたいと思うんですけれども、まず一つ目、低身長を活かせる場所が存在するんですよ。小さい人にしかねできないことがあるんですよ。なんといってもね体の取り回しですね。僕大学時代からお芝居と歌と踊りとアクロバットを全部同時に始めたんですけれども、中でもねアクロバットの成長がなんか早かったように感じます。おそらくね体が大きい人よりも取り回しが効くと言いますか、なんか身体能力云々じゃなくてそういう神経がなんか通っている感じですかね。体の取り回しがねなんか大きい人よりうまくできるような気がしますよね。そしてね二つ目、身長が低い人にしかできない役が結構たくさんあるんですよ。これはねもう言うまでもないですね、でかい人にはできないですからね。そして三つ目、努力をする要因になり得る。例えば踊りで言ったらその体を大きく見せる表現が普通の人よりねワンランク高い技術を持てたりしますね。そしてね高身長の人に負けないように跳躍力をつけることに関してものすごい頑張れるんですよ。僕が最初にダンスを習った先生がね、チビは飛んで回れなきゃダメなんだって言ってたんですよ。なんか僕の先生もその舞台の世界では割と大きい体格の人ではなかったようで、まあ僕からしたら全然でかいんですけどね。やっぱり背が低いっていう人はね人より努力は必要だと思います。ただね発想の転換でその背が高い人より努力の水準がぶち上がるんですよ。もうねその井上先生の言うことを信じて回転と跳躍に関しては死ぬほど努力しましたね。でねやっぱり僕がもしね身長がでかかったらこのジョージアの民族舞踊できてないと思うんですよ。
ジョージアの民族舞踊ってトゥールザンレール、空中で2回転をして膝で着地したりするむちゃくちゃな動きばっかりなんですね。これね、多分体が大きかったら下半身にかかる負担もでかいと思いますので、この大きさだったからこそジョージアンダンスができそうだなって思って現地に赴いて今こんな状態になってると思いますので、なんかもし自分の身長がでかかったらね、大怪我してる気がします。まあこんな風にねバババッと喋ってきたんですけれども、考え方次第でねデメリットを力に変えることができるんですよ。言ったらね、低身長っていうのは自分しか持ってないスペックの一つですから、低身長という自分にしかないステータスを生かすも殺すもね、自分次第なんですよ。メリットだって感じてしまえばもうそれはパワーに変わりますからね。そしてね、背が低いことに悩む舞台を志す皆様、劇団四季だったらその低身長を活かせる役がたくさんあります。学生時代の僕みたいにね、やりたい役を追い求めるこの精神はものすごい大事なことなんですけれども、その中でね、自分がやるべき役を見つけていくっていうことはもっと大事なことなんです。ぜひね、自分の価値を自分で一番分かってあげて、身長が低いというね、自分しか持ってないものを武器に変えていきましょう。そしてね、どうしても高身長の人と自分を比べてしまって過小評価をしすぎてしまう人、舞台俳優人生においてね、どうしても自信が持てないという方、今すぐジョージア民族舞踊をやりましょう。今だったらね、男性だったら日本人で2人目になれますからね。自分の価値が分からなくなってしまったりした人、もう自分の希少性爆上がりしますよ。まあそんなこと言っておりますが、実際にね、僕現地で一人で踊っておりまして、本当にガチで一緒にやる仲間を常に募集しております。もし本気でジョージアンダンスやってみたいよっていう方がいたら、どんどん問い合わせてください。コメント欄とかね、あとツイッターもフォローしてお問い合わせしていただけたら、なと思います。いや、まあ需要があるかはわからないんですけれどね、今回は身長に対する悩みを持つ人のためにこの動画が役に立ったらなと思って作りました。何度でも言います、低身長はメリットです。自分にしかできないことを探していきましょう。この動画が良かったらぜひぜひ高評価の方をよろしくお願いします。それとチャンネル登録もぜひ。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回。